このコーデはアラビア語の文法のうち数詞について解説する。名詞や動詞などほとんどの単語に単数形、総数形、複数型がある。単数型とはそれが一つ単体であること、総数型とは二つであること、複数型は三つ以上であることを指す。総数型があるため通常二つのものを表すときには数は用いられない。また名詞によっては 集合体を表すものもあり、これを集合名詞と呼ぶ。特に固有の単体を表すわけでもなく、まとまった一定量のものとして解釈される概念の名詞に見られる。この他、総数形のないものもある。例えばは、個数としては数えられないものだが、集合体とも異なる。故に総数という概念はありえない。しかし、 水が複数、すなわち豊富にあるという状況は存在し、この複数形は水源を表す。総数形、または複数型にする際、名詞には規則的に変化するものと不規則的なものとがある。不規則的なものは個々の名詞ごとに覚える必要がある。一方、規則的な変化をする場合、総数型は語尾にをつけ、複数形ならばをつける。 ターマルブータが語尾に置かれる名詞の場合はを、にして、さらに総数形もしくは複数形の変化を行うが、多くの場合は不規則変化をする。私有性別を問わないときは男性型を持って変化させる。発音では原則として下桁から読み上げ、筆記では上桁から記述する。また、数字にはヒンディー数字と呼ばれるものを用いる。ただし一桁のときには、 綴りで記述することも多い。なお、アラビア語フスハーにおける数の表現規則は非常に複雑であり、アラブ地域では中学校で履修する内容であり、さらにネイティブでも間違えることがあるほどである。アラビア語では対数の扱いは、英語などと同様に3桁ごとの組に区切る方法が採用されている。また、その3桁ごとの組内では100の位、1の位、 10の位という順に並ぶ。実際に、どのような名数法となるかについては、奇数詞や助数詞の章で、具体的に解説するが、ここでは、数詞表現全般として、どのような個人となるかを以下に図解する。なお、公文は、アラビア語表記同様に右から記してある。3つのマイナスというように数を添える場合、上で述べたように2つまでは、 名詞の変化によって表現するために特に強調するような時を除いて使うことはない。三つ以上では数を添えるが、名詞の性別と数の性別は逆転するという特徴がある。例えば三はだが、この語尾にはターマルブータが付いている。従って女性系である。しかしは男性名詞を数えるときに使われ、女性名詞の場合はを使う。 前述のように基本的には使われないが、1と2は性別の規則が例外となり、男性型は男性名詞に、女性型は女性名詞にそれぞれ使われる。また、この規則は11以上の数でも1の位の数には適用されるため、無視することはできない。11以上で、かつ1の位が0ではない数では、1の位を除いた桁は名詞の性別に習う。したがって、 男性名詞であれば男性型が用いられ、女性名詞であれば女性型になる。すなわち、男性名詞に13という数を添えるときは、になり、女性名詞であれば、になる。11と12に限り、1の位が特殊な活用をする。なお、10以外で10で割り切れる数、すなわち20、30、40、あるいは100、1000、1万といった数には、 性の区別はない。以下に、奇数の表を示す。なお、単語ごとの性別、及び公文は、アラビア語表記同様に右から記してある。公文の方における、の、活用は、規則活用として解釈した上での変化を便宜的に、表したもので、実際のそれぞれの数字における総数型や、複数型とは異なる。また、例は、通常、名詞に付して、個数や、 数量の表現に用いることはしないが、奇数詞の一つとして含めた。助数における奇数との大きな違いは、20以下においては、男性名詞につくものはあくまでも、男性型に、女性名詞につくものはあくまでも、女性型になるという点である。したがって、いずれの桁も、同じ性別が用いられることになる。十以外で十で割り切れる数に、性の区別がないのは、 奇数と同様である。また、21以上で、接続詞を伴う助数は、以降に続く語の性の区別がなくなる。以下に定冠詞を伴った形での助数の表を示す。なお、単語ごとの性別、及び公文は、アラビア語表記同様に右から記してある。また、公文の方における、対の活用は、規則活用として解釈した上での変化を便宜的に、 表したもので、実際のそれぞれの数詞における総数型や複数型とは異なる。公文上の個々の語における助数詞と奇数詞の区別をするため、助数詞の形をとるものは大マイナスとし、奇数詞は数のみで表記した。アラビア語における分数は文法上では名詞に分類され、それぞれの 1n に当たる名詞は、その分母となる数詞の個根名詞型をとる。 分子は、その1、n がいくつあるという数量表現をもって示される。例えば2、3であれば1、3を意味する名詞は、分母3のアラビア語であるの語根を、総数型に下で表され、3、4であれば、分母4のアラビア語であるの語根で1、4が表されるため、この複数形を用い、それが3つあるわけであるから、と表現される。このため、数学的に見れば、 アラビア語における分数の表現は、常に M という数式を持ってなされていると言える。また、文法的には、語根を基本型と解釈するのであれば、1、10を基準にし、整数はその派生形であるということもできる。ただし、1、2は半分を意味するという語を用いる。語根からなる単数型と、その複数型は次のような語形となる。なお、 四角比限定を例示し、小松母音はダンマのタンウィーンで表してある。分数表現は様々な場面で用いられ、例えば日本語でも日常的によく使われる1時間半といった表現同様にのように使われる。また15分を1、4時間と2 5 0ムを1、4キロと表す。なお、ケーキを半分に分けるというような場合は、 総数形のを使う。これは、分けられた形気は、半分となったものが二つできるからである。分数の分母は、名詞として扱われるため、奇数詞や助数詞とは異なり、常に就職される後と同じ性別が用いられる。また分子は、分母の数量となるために、奇数詞となる。したがって、性別の入れ替わりが起きる。以下に、分数の表を示す。3、3よ、4など、 1>, 1と等しいもの、2、4、2、6など約分できるものが使われることは少ないが、文法上の表現として含めた。また、一般に文法が1となる表現を用いることはないが、参考までにこれも掲げる。日本語でも1を超える分数を表すとき、1つと半分のように言うが、アラビア語でも同様であり、仮分数ではなく対分数として表現することもできる。この場合、 接続詞を用いて分数と奇数をつなぐ。ただし就職される名詞の数量が一家、すなわち1、n、もしくは2すぎ、すなわち2、n であるときは、名詞の単数形内詞総数型に接続詞を用いて分数を続ける。ありがとうございます。